大変長らくお待たせいたしました。夢咲ミームです。体調不良を報告した時には、まあ明日なれば言うて治るやろって思ってたんだけど、久しぶりに38度以上の高熱が出て、結構連日続いて、ちょっと他店出張が入ってたのと、他店の人の連絡先誰も知らないっていうのでね、解熱剤飲んで仕事してたりしてたら、まあこじらせましたね。みんな。休もうね、体調不良の時は。いろいろ込みでちょっと休める状況じゃなかったので行っちゃったけど、みんなは休んでね。そんなこんなでね、2日3日どころか約1週間ぐらい経っちゃったけど、稲妻イレブンエブリデイプラス続きからやっていこうと思います。来たな。来たよ、遠藤くん。ごめんな、遅れて。といえばなんですけど、レベル5ビジョンという、レベル5の最新情報をお伝えする配信みたいなのが、ついこの間あってね、それリアタイして見てたんだけど、そこでもね、稲入れの新作の情報だったり、いろんな稲入れの情報が出たので、それの話もしていきながら、今後の実況で、これできるんじゃねえかっていうやつの話もしていきながらやろうと思います。今日何日目？今日何日目？ちょ、待って、今日何日目か確認してくる。ちょっと待って。今日9日からだね。はい、じゃあこれやっていこうと思います。一日を再生。猫、ね、ここはね、いつも通り寝ておりますが、あ、戸辺壁山公園寺。これ、稲妻落としですね。前回見てもらえばわかります。新必殺技だね。次の日だ。おはよう。おはよう、遠藤くん。ごめんな、すごい待たせたね。何日間寝させちゃったことか。ごめんな。乗せ中との試合だね。フットボールフロンティアでの戦いが、そう、フットボールフロンティア始まるんですよ。ようやく始まるんだ。いよいよか。どっちも言いたい。どっちも言いたいな。この日を楽しみにしてたし、まあ、やるとなれば目指すは優勝だねって。何も楽しみにしてたよって言おう。この日を楽しみにしてたよ。一週間ぐらいずっとさ。あ。シンプルだけど嬉しいこれ。俺もだミームって。乗せ中のジャンプ力。高円寺と壁山の稲妻落としが必ず飛び越えてくれるさ。じいちゃん。じいちゃんの声の深みがすごすぎて、もうこの次のセリフ読みたくない。この声の深みの後に病み上がりのこのなんかよくわかんない声の状態で読みたくね。なんか吐いて。吐いて。右の。虫歯でもできたか。いや、歯磨きはちゃんとしてたよ。寝すぎか、寝すぎたからか。寝すぎて顎があれかな、ダメージ食らってんのかな。俺たち絶対勝ってみせる。あ、ミーム、あ、オッケー。11時半ね。オッケーオッケー。地区予選だから今回の会場は乗せ中のグラウンドなんだ。会場にはバスで行くんだぜ。応援よろしく頼むな、マガシゲイ。さあ、今日は朝練もあるし、早く支度しないとな。いやー、偉いね。乗せ中のじゃ、あ、これは、読めた。遠藤くんね、優しいから2回同じこと言ってくれるからね。すっごいわたわたしてんねって、試合だ。こういう日って自然と早く目が覚めるよな。そうだね、なんか楽しみなことがあると目覚めるよね。そうじゃなくても自分の場合いつも目覚まし鳴らさないんだよ。夜結構夜更かししちゃうタイプなんだけど、目覚ましをつけないから、朝いつも飛び起きてる。ね。学習しない。目覚ましでも使いたくなくてさ、いつも同じ焦り具合で、あ、やべえで起きて、普通に飯食って、支度して行ってますね。大抵、はい、アベイで起きた時結構早い時間に起きてんだよね。これすごい良くない起き方だよね。飲み中、そうだね、しっかり食べないと。母ちゃんおかわり。いいね。家族との時間。ごちそうさま。あ、なんかいつもとごちそうさま、言い方違う。ユニフォームにグローブだろ？スパイクも入れたし。用意できたぜ。弁当もバッチリ持ったぜ。よし、準備 OK だ。今日は朝練があるから7時45分に家を出るぜ。もうちゃんと5分刻みでも覚えている。行ってきます。いたしゃー、あ、あ、秋ちゃん、久しぶり、久しぶりじゃない、二人で投稿してるの。しかも、普通に久しぶり、ずっと休んでたから。体調崩して、休んでたから普通に久しぶり。あ、呼吸を乱すな。落ち着け。ちなみにね、今ね、熱は完全に治りました。ただね、普通に関係なく稲アレルギーが今すごく発生中なので、鼻と喉はやられてます。でもそれはもういつものことなんで、楽しくね、稲アレやっていこうと思う中で、アキちゃん嬉しいよ、あえて。いよいよ地区大会1回戦ね。本当に出場できるなんて、1年生の頃からの夢が叶ったね。いや、そう考えると感慨深いよね。そもそもサッカー部がなかったのに、この2人は頑張ってサッカー部作って、部員集めて、それでもまあ11人は揃わなくて、でも、フットボールフロンティアをこの2人はね、ずっと諦めることなく夢見てきたわけだから、このフットボールフロンティアの話をしていることと、フットボールフロンティアに向けてのこの朝を一緒に投稿して迎えてることが、感慨深いよ。あ！ごめんな、長くて。だけど、夢はまだ叶ってないぜ。夢は全国大会優勝だからな。
そうだね。いやもうこの二人の会話もっと聞きたい。朝練でウォーミングアップ、うん、大事だね。クリマツ近い。遠藤と高円寺が始まりのこの二人が一緒に走り込みしていると思ったらめちゃくちゃぴったり後ろにクリマツくっついてんじゃん。ねえクリマツ、お前はそういう枠だよな。ありがとな。ありがとなクリマツ。みんな調子もいいみたいだな。よかったよ。頑張ってんなみんなね。お、クリマツめっちゃ出てくんだけど。どうしたどうしたどうした。クリマツ今日やる気だな。いいじゃないか。ずっとゲームピコピコしてたの忘れてねえかんなクリマツ。こうやってみんなで遠出するのってすっげえ楽しいよな。乗せ中か。一体どんなところなんだろうな。乗せ中って言うからには大自然の中にあるんじゃないか。まあ、野生中だもんね。クリマツだけ残る。この風丸遠藤がいてクリマツが残るのシュールだな。高円寺さんやドモンさんは行ったことないでやんすか。俺の時は乗せ中の方がやってきたからな。うん、俺の時もそうだ。あ、すみよかになった。なんだ、ライモン中は無名だからお前らが来いってことか。まあまあまあ、社内ね、でもね、どっちかのところではやんないといけないからね。どっちもおめえらが来いようで進まなかったらもう予選敗退になっちゃうもんね。うわぁ、ずいぶん山の中に入るんだな。俺、ちょっと怖いっす。ごくり、喋り影の。本当にこんなところに学校なんてあるのかな。サッカーのグラウンドがあればどんなところだって大丈夫だ。説得力あるね。ワクワクしてきたか。ワクワクしてる声だったもん今。俺ワクワクしてきた。早く到着しないかな。いやいいね無邪気で遠藤くん。でここはもう一回言ってくれたね。でおお来た来た来た、乗せ中じゃん。へー、これが乗せ中。こんなジャングルの中にあったんだ。観客がいっぱいだな。本当にフットボールフロンティアが始まるんだな。燃えてきた。よし、応援に来てくれた人のためにも頑張ろうぜ。って、全部乗せ中の応援だろ。ずる。ずるって言葉に出して言うのが愛らしいね。大丈夫かな。アニメの時もさ、ゲームの時も思ったけど、この子たちさ、どういう風に育てられたの？マジで、動物に育てられた。差別とかじゃなくて、ね、ごめんね、すごいね、ね、失礼だよね、失礼っていうのは分かるんだけど、名前が鳥でさ、第一声、コケコケは、さすがに思うよね。絶対動物に育てられてるじゃん。喋った。この試合に勝ったらおやつ食べ放題だってさ、みんなやるコケ。今、ちょうど喉ガラガラだから、逆にこういう声出しやすいかもしれない。グオー、しよう。ふん。こんな連中に負けられっかよ。奴らは侮るなよ。そうそう、あいつら野生的な力も半端ないからさ。野生児は強いよね。身体能力半端ないもんな。そうだな。よし、みんな、行くぞ。どうか稲妻落としをやらなくて済みますように。やるんだよ、お前は壁山。頑張れ。乗せ中の動き、すばしっこいな。確かに一味違う感じだぜ。よし、ウォーミングアップが終わったらいよいよ試合開始だ。試合は11時半からだぜ。あ、これ試合終わ、あ、よかったよかった、試合はい、ここで試合がありました。そしてのパターンじゃなくてよかった。そう、乗せ中は試合回収できてるんだよね。稲妻落としのことを言っとこうか。ここは稲妻落としが決まりますように。よし、みんな行くぞ。頑張れ。遠藤が試合に集中しているだろうな。どうしよう。だね、ここは、壁山応援しよう。壁山、頑張れ、壁山。あ、そうだね。精一杯やった努力は無駄にならないぜ。壁山頑張れ。風丸が映っているけど。風丸なんだけどね、映ってる。壁山、壁山映してやろうよ、ここは。風丸、いや、まあ、川同じなんだけど、川同じだけどちょっと違うかな。ね。落ちた。やったー。よかったね。よかったね、遠藤くん。この稲妻イレブンエブリデイプラスのさ、シュールなところここだよね。終わってんだよな、試合。ここにかけてみんな努力してきた。そして試合がやっと始まるぞっていう、その試合があまり見れないっていうのがね。まあね、試合は、よかった。いい顔してる。まあ試合はアニメ、
ゲームでお楽しみくださいということだね。うん。まあ、これゲームだけどね、これ。染岡さんが褒めてるよ。すごかったぜ、高円寺壁山。まさか、腹とはな。あ、そう。あの、壁山はね、ちょっと高所恐怖症っていうのがあって、結構高くジャンプするっていうの自体怖かったんだけど、あの、遠藤くんもね、一緒になって練習してくれたのもそうだけど、みんなとの練習を重ねて、それでもまあ本番までに完成することはなかったんだけど、本番で完成させたそのやり方が、ジャンプした後に、横この寝る形っていうのかな、横に角度を変えてお腹の上でこう高円寺でジャンプしてもらうっていう、このでっかい壁山のお腹をね生かしてやる稲妻落としが完成するっていう、とても感動的な熱いシーンがあるんですよ。あとこの試合はね、遠藤くんのこうキャプテンとしての1回戦、何としてでもキャプテンとしてこのゴールを守り抜くという気迫を感じられる1回戦で、本当にすごいいい試合なんだよね。もう手真っ赤になって腫れ上がっても、それでもずっと守り続けて、そのハーフタイム、まあバン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 攻められてたから強いなって、やっぱ違うなってみんな落ちてるところをみんなよく頑張ってるなって遠藤くん褒めるんだよね。一番こう攻撃を受けてて一番ダメージ食らってる中、誰よりも笑顔でみんなよく頑張ったなってすごいじゃないかってみんなを褒めながら、まだ一点も取られてないぞっていいところを言っていく、いいところを言っていくし、みんなのことを褒めるし、もう一切弱音を吐かないっていう、これはね、まあ、壁山高円寺のこの稲妻落とし新必殺技が初めて、出るっていう感動もあるんだけど、キャプテンと後輩の絆というか心動かされるシーンとしてもすごくいいシーンなんですよ。あの壁山後輩だからね、その1年後輩の頑張りを無駄にしないためにキャプテンである遠藤くんがとても頑張るというね。はい、あの試合の映像が流れない代わりに自分がいつも試合のシーンはすぐ語ることになっています、この実況は。誰にも真似できないお前だけの稲妻落とし、うん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 、やったな壁山。はいっす、みんなのおかげっす。みんなが、キャプテンが俺を信じてくれたから。だから俺、勇気を出して成功させることができたっす。あ、精一杯やった努力は無駄にならない。これが実を結んだってことさ。そうで、自分のこと一切棚にあげないんだよ、遠藤くんはな。あくまで壁山の頑張りを称えるっていう、キャプテンだな。必ずやってくれるって信じてたでやんす。壁山のおかげで、初戦突破だな。そうだね。でこう遠藤のね手が腫れてることには風丸が最初に気づくんだよね。ここら辺は幼馴染の感じが出てるよね。でも遠藤はどうってことないっていう風にごまかすあたりもね、こうみんなに気使わせないっていうのがもういい子すぎるんだよ遠藤くん。ここら辺にしとこう。さあ次はどんなやつらが相手なんだろうな、楽しみだぜ。そうだね。壁山のおかげでって言える遠藤くんよ。でも壁山すごい頑張ったな。みんなも頑張った。野瀬中との試合は大変だったけど、次はもっと強いチームと戦うんだ。さあ、次はどんな奴らが相手なんだろうな。楽しみだぜ。で、2時半に到着。どうしたみんな。なんか、表情が。いや、よかったよかった。気難しい表情してるからなんかあったのかと思ったよ。バスの中でゆっくり休めたな。あ、そう、染岡も頑張ったんだよね、染岡。そういえば、染岡、足は大丈夫、こうやってみんなのことちゃんと見てる。足は大丈夫か？あ、ちょっとひねっただけだ。すぐに良くなる。おい。そうなんだよ。ファンだよ、みんなの心配してるけど、遠藤くん、本当に腫れてたし、すごかったからな、遠藤くん。本当ね、自分の身削ってまで守るんだよ、遠藤くんって。あと、起点がすごい効くんだ、遠藤くんって。これ間に合わないってなったら、パンチングにすぐ起点を効かせるのも早いし、そのね、ゴールポストとかも使って、絶対ゴールポストに背中当てるってめっちゃ痛いじゃん。でも、そうしないと止めらんないって、って思った時には自らゴールポストの方に角度を変えて背中当たりに行ってまで止めたりするんだよね。そのね、冷静な判断と熱量の高さっていうのがな、そこにかけられる情熱がすごいな、遠藤くんは。遠藤はどうなんだ、試合でかなり無茶しただろう、手は大丈夫か。ああ、俺こんなの平気さ。よし、さあ自分を、もうね、もっと自分を大切にしていいんだよ遠藤くん。そんな平気さだけで終わらすな。ちょっと見てもらえ。みんなのことはすごい心配するけど、自分のこととなると本当に気使わせないようにするよね、遠藤くん。河川敷で練習。うん。遠藤くんも休みな。なずみさん。あ。なんか今すごいめっちゃ可愛い声出なかった？遠藤くん。びっくりした。ちょっと待って。かぶった。かぶった声。もう一回、あ、え、あ、
編集で聞こ、編集してる最中に、またあの手法を使う自分の声ずらそう。え、お前なんでここに？今日から、あ、今日からか、そうか。主計さん、見て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 。そのめちゃくちゃ感動のシーンとかじゃないんだけど、ここも大事なシーンだな。今日から私、ライモン夏美は、サッカー部のマネージャーになりましたので、よろしく。そう、マネージャーになるんですよ。夏美さんが。違反のだね、みんな。何よ、文句でもあるのかしら？え？いや、そんなことはないさ。ちょっとびっくりはしたけど。応援してくれる人が増えるのは嬉しいことだもんな。ありがとう。はい、これ。もう一回聞けた。ありがとう。そう、あの、夏美さんが氷水をね、の、遠藤くんの手に当ててくれるんだよね。なんだかんだ見てんだよ、夏美さん。なんだかんだというか、夏美さんはね、ずっと遠藤のことを言うて帝国の、あの、一つ目の試合から見てるもんな。で、こう、素直にはなれないけど、心配してるっていう、もうわかりやすくツンデレですね。お嬢。夏美お嬢。夏美お嬢、典型的なツンデレだよな。で、え？氷？まだ少し手が腫れてるんじゃない？サッカーなんかにそこまで情熱をかけるなんて、バカね。バカってなんだよ、おい。楽しそう、楽しそう、夏美さん。青春だな。さ、無理しない程度に練習したら？ん？なんだよ、変なやつ。アキちゃんがいない。ごめん、アキちゃん、アキちゃんが見たい。まあ、夏美さんも好きだよ。みんな好きなんだ。みんな好きなんだけど、アキちゃん、アキちゃん、だって、言うたじゃん、朝に。やっと、二人で最初できた、作り上げたサッカー部、で、やっとフットボールフロンティアに出るって夢が叶って、初戦、一回戦。ここは二人でこうさ、喜びをかみしめるシーンもあっていいんじゃないかな、試合後にも。あ、いないね、アキちゃん、どこ行っちゃったのかな。夏美がマネージャーになるなんて、ほんとびっくりだよな。なんか変なやつだけど、仲間が増えるのは嬉しいぜ。ん？あいつがサッカー部に入ったってことは、もう廃部にはならないってことか？そう、廃部の危機だったからね、最初。で、あ、なんだ？よし！うん、集合。あ、休憩ね。おう、ごめん、あ、稲妻落とし組だ。亀山、高円寺。稲妻落とし、いい感じに仕上がってきたな。ああ。試合での成功が自信につながったみたいだ。亀山、努力の成果だな。はいっす。お、こっちは？遠藤、ディフェンス陣の練習についてなんだが、ドモのブロック技に刺激されてさ、俺たちも何か技を編み出そうって話してたんだ。いやー、俺も無我夢中でさ、お役に立ててよかったよ。ドモンさんの技、かっこよかったでやんす。そうだな。乗せ中との試合で、課題もたくさん見つかったよな。よし！俺たちはまだまだ強くなれる。だから、バンバン練習していこうぜ。いいね、みんな、気合が入ってるね。というところで、夏美さんは何を思っているんでしょう。へえ、意外ね。ん？なんだよ、意外って。あなたも、たまにはキャプテンらしいことしかしてないよ、夏美さん。なんなら中学生でこんなできたキャプテンいるのかってほどキャプテンらしいことしかしてないよ、遠藤くん。たまにはキャプテンらしいこともできるのね。たまにはって。俺、なあやってるよ、遠藤くん。本当にめちゃくちゃキャプテンやってるからね、遠藤くん。俺、いつもちゃんとキャプテンやってるだろ？だいたいお前こそ本当にマネージャーになったのか？飲み物用意したり、タオル洗ったりとかできんのかよ。そういう会話してたんだ。ちゃんとあれだね、マネージャーの仕事をマネージャーの仕事として把握してたわ、遠藤くん。やっぱ意外と大人なんだよな、遠藤くんってね。見てんな、ちゃんと。こういう仕事っていうの。飲み物用意したり、タオル洗ったりとかできんのかよ。は？いや、マネージャー。ごめんな、夏美さん。夫婦間の会話とか、カップルの会話だったら、はぁ、おめえもやれよ、みたいな話になるのは、まだわかるよ。でもこれね、マネージャーとプレイヤーの話だから、それやんないとマネージャーじゃないんだ。幽霊部員と同じになっちゃうから、そこはやろっか、マネージャー。アキちゃんに教わりな。アキちゃんとおとなしさん、おとなしさん、おとなしさんはアキちゃんの言い方だな。アキちゃんとおとなしと一緒にね、マネージャー業をしっかり学んでくれ。はぁ？てか、はぁってすごいな。どうして私がそんな雑用しなくちゃいけないのよ。え？
いやだってそれがマネージャーの仕事だろ。いいえ、私はこのサッカー部のマネージメントをしてあげるのよ。マネージメント？そうね、つまりあなたたちを優勝に導く勝利の女神ってこと。いやー、あららら、自称勝利の女神、自分で言っちゃったよ。勝利の女神って遠藤くんがいつも信じている勝利の女神なすみさん。おうおうおう、遠藤が勝利の女神、結構ちょくちょく言うんだけどさ、それを知ってのことか。知ってそれを言っているのが、なつみさん。だよね。何回も言ってけど、やっぱ割と大人というか割と常識人だから、そうなのかとはならないな、ここで遠藤くんはな。いや、それは言い過ぎ。でも夏美お嬢にそれは言い過ぎって言えるのもすごいよな。言いてて、夏美のやつ思いっきりつねやがって。いいこと言うね遠藤くん。勝利の女神、いや、それは言い過ぎだろって言いながら、マネージャーみんな勝利の女神って言ってる。アキちゃん、これ聞いて、これちょ、アキちゃん来て、アキちゃんどこいいの。アキちゃん、俺たちにとってマネージャーはみんな勝利の女神だよな。俺たちはまだまだもっともっと強くなれる。練習だ。そのためにも練習だ。5時半までね、オッケー。いつまででも付き合うぜ。はい、5時半ね。あ、キロに着いた。遠藤くんの後頭部って言うのちょっと遅くなっちゃった。今日も試合に練習にいっぱいサッカーしたな。いいね、日比。いや、日比って字幕で出るの初めてじゃない。フットボールフロンティア地区大会の初戦突破だぜ。ただいま。おかえり。腹減った。今日は充実した一日だったんじゃない、遠藤くん。いや、充実した一日だったよね。はぁ、あ、いい湯だな。はい。ここは絶対声かぶらせない。試合の疲れが吹き飛ぶぜ。今日はハンバーグだ。いいね。でさ、そこで壁山が腹をバーンって空に向けてさ、へえ、すごいわね。ちゃんとお母さんも聞いてくれるね。じいちゃん。あ、じいちゃん、俺乗せ中に勝って初戦突破したぜ。フットボールフロンティアにまた一歩近づいたんだ。俺の仲間は頼りになる奴らばっかりなんだ。あいつらと一緒なら優勝だって夢じゃない。そんな気がするんだよな。あ、聞いてるよ。遠藤くん、いつでも聞いてるよ、君の言葉は。なんだよ、いるなら声かけてくれよ。おじいさんに報告か。おじいさんも楽しみにしてる。おじいさんのこと大好きだよね。あー、楽しみにしてるよってちょっとね、言いたいところなんだけど、ちょっとおじいさんに対する印象を知ってるけどもっと聞きたいから、大好きだよねっていいかな。大好きだよね。おじいさんのこと大好きだよね。ああ、いいね。尊敬してるって言えるのが素晴らしいよね。俺が尊敬してるじいちゃんだからな。さあて、報告も済んだし、今日の試合の反省会でも、一人で反省会するのが偉い。ミムも一緒。おー、やったー。やっと反省会に参加できる喜び。思ったこととか感じたこと、何でもいいから教えてくれよな。遠藤くん、この実況の試合の後のところ見てみて。めっちゃ喋ってるから。めっちゃ喋ってるし、遠藤くんのこと褒めまくってる。まずは何から始めようかな。これ悪いところ見つからねえわ、遠藤くんの。ちょっといいところしか言えねえ。うん。反省会ね。だっていいとこしか出てなかったもんな。30分早く起きないと。オッケー。いつも早起きしてるよね、なんだかんだ言って。うん。おやすみ。はあ、言い方変わった。言い方変わった、おやすみの。これ、前言ったじゃん。おやすみの言い方が、割とさらっとしてるなって最初思ったんだけど、ある時からおやすみの言い方が変わって、そのおやすみの言い方が、そんな言い方できんの遠藤くんって、マジでびっくりする言い方だったから、ちょっと、実況撮ってないのにすげえリアクション撮っちゃったっていうさ、前多分話したと思うんだよね。これ、こんなやさお感満載のおやすみ出るんだ、遠藤くんと思って。いや、遠藤くんは優しいよ、ずっと。ね、こんなさ、なんていうの、甘さがあるやつっていうのかな。乙女ゲーもギャルゲーも全然やったことないけど、多分こういう感じなんだろうなって思うぐらいに、優しいお休みがさ、でね、びっくりしちゃったよね。初戦突破よかったね、遠藤くん。
ちょっとお休みの言い方が変わった衝撃が強かった今。終わったよ。はい、読もうか。読もうかこれ。初戦突破だ。秘伝書の必殺技で強豪と言われた能勢中を倒したぜ。夏美もマネージャーになってくれて、どんどん仲間が増えていくぜ。これでもうサッカー部は廃部にならないってことだよな。ならないってことだよ。そして能勢中はあるんですよ。そう、能勢中はあるんだよ。わあ、ちょっと待って。もう一回、もう一回、ちょっと待って、待って待って。もう一回聞きたい。行くぞ。え、こんなんあったっけ？帝国の時。こうやって進んでいくんだよね。言うて、どのタイミングで何点点数を取られた、取ったっていうのが分かるのと、遠藤くんのうめき声が聞けるっていう言い方あれだけどさ、実際それ、ね、遠藤くんのうめき声が聞けるタイムだよな。これアニメーションが流れますとかではないからな。木戸さんの時だったらね、木戸さん側の声も入ったけど、これ今コケコケだからね。トリーだよね、トリー。おお。で、あ、これはあれか、稲妻落とし見れないのか。ゴッドハンド見とくか。ゴッドハンド特にただ見たいだけっていう、ただ見たいだけのゴッドハンド。ありがとう遠藤くん、ありがとう。ああ、ごめん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 。手疲れてんのにめっちゃゴッドハンドさせるわけにはいかない。え、これ稲妻落としもさ、本当は見れたりすんのかな、タイミング、そのタイミングで回収できてたら。ということで、あ、音楽の授業だ。やめろって。268。あ。よし。よし。はい、みんなの頭撫で終わったところで、今日はねこれぐらいにしようと思います。言うて40分ぐらい撮ったね。今回充実した回だったね。やっぱりフットボールフロンティア初戦なだけあって、でね、ちょっと最初に言ったんですが、そのレベル5ビジョンで、発表された最新情報として、稲妻イレブンの最新作ね、まあ、本当は去年発売予定だったのが、まあ、今年入ってすぐに発売みたいな感じになったけど、まあそれも延期になり、今年の夏発売ってなって、それも延期になり、今年中ということになったものが、はい、前回のレベル5ビジョンで延期が分かりました。ということで、まあね、怒る人もいるのもしゃあないし、いろんな意見飛び交ってますが、まあ自分はね、もう出ればいいやって感じのタイプの人なんで、まあ出てくれれば全然構わないんだけど、2025年の6月予定ということで、予定だからまた伸びる可能性もワンチャンあるけど、とりあえずね、来年の夏6月に出るということに予定としてはなったみたいなんで、来年の夏から、稲妻イレブン新作の実況もね、始めていけたらと思っているのと、もう一つね、まさかのねシークレットで稲入れ、もう一つ新しいゲームの情報が来たんですよ。それがなんと、初代の稲妻イレブンがリメイク版で稲妻イレブン RE として新しくゲームが出ることになりました。なりましたよ。なったんですよね。なりましたって、こっちが制作側みたいな言い方しちゃったけどさなったんだよ。マジでびっくりした。マラソン何周もしてきたんかってぐらいにゼーハーしちゃったよね、画面の前で。びっくりしすぎて。さあ、新しいグラフィックとビジュアルとともに、その本当の初代の稲妻イレブン1のねゲームがリメイクされるということで、これは2026年発売予定ってことだから、多分2028年ぐらいになるんじゃないかと踏んでます。レベル5ね、好きな人は大体知ってると思うけど、まあなんか延期するのがテンプレみたいなとこあるから、2028年ぐらいになるのかなって思ってんだけど、ね、それでもね、リメイク版が出るっていうだけで本当に嬉しいから、この実況でも話してたじゃない。稲妻イレブン初代も、やっちゃってるから、ちょっとリアクションその初見実況ではなくなっちゃうんだけど、やりたいなって。これリメイク版としてだったら初見実況としてできるんだよ。まあ内容は知ってるっていう、まあストーリーは同じだから内容は知ってることにはなっちゃうけど、もう一新されてリメイク版として出るってなったら、もうこれは初見実況でしょう。この時代に稲妻イレブンの初代がリメイク版として出て、しかもそれが実況できる可能性、うん、まあ今のところまだ可能性だけどさ、それが来るんじゃないかっていうのが本当に嬉しい。あと本当に稲入れ初代実況したいなって思ってたし、やりたいなって思ったから、もうこれ買うの確定だからね。もう買うのは絶対。もうね、すっごい楽しみにしてます。ということで、これからも稲入れの実況ね、いろいろやっていくことがもうすでに決まってて、勝手に自分の中で決めてて、うん、もう嬉しい次第です。
もうやるのが楽しみ。やるのが楽しみなんで、いないれ好きだよって方や、いないれ逆に全然知らなかったっていう方も一緒にね、いないれ実況これからも楽しんでいただけたら嬉しいです。あれもちろんね、逆転裁判シリーズの方もやっていくのと、他の実況もね、いろいろ、ゲームやっていくので、体調崩して、すごい間空いちゃったので、滞っておりますが、よければこれからも一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけたら幸いです。あと、チャンネル登録、読者様500人行きましたら、ライブ 2D 対 VTuber の形に進化して、表情や動きなんかも込みで、より一層皆様に楽しんでいただけるような動画作りができるように頑張ろうと思っていますので、お力添えいただける方や早く見たいよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバーイ。